ジョン・スミス・ジョン・スミスは、イングランドの醸造家。ノース・ヨークシャー州タドカスターに、現在も存続しているジョン・スミス・ブルワリーの経営者として最もよく知られている。スミスは、1824年3月18日、リーズに、地元出身の裕福な肉屋で、ナメシ川屋でもあったサミュエル・スミスの5人の子供たちの、上司として生まれた。1847年、ジョン・スミスは、 父から提供された資金でバックハウスハートリー醸造所を買収した。スミスが買収したタイミングは絶妙で、すぐにポーターに代わってベールエールが人々の人気を最も集めるビールとなり、また、ダドカスターの香水がこの新しい醸造法に適していたことが明らかになった。1850年代から1860年代に成功を収め、 さらに鉄道が到来したことによって、醸造家たちにはより大きな機会が訪れ、1861年に、スミスは新たに8人を雇い入れて、醸造とモルティングの事業に当たらせた。19世紀の最後の四半世紀には、この事業は相当の規模に達した。スミスは、1879年9月9日に、タドカスターで死去し、残された資産は4万5千ポンド弱に上り、 二人の弟たち、ウィリアムとサミュエルが共同でこれを相続した。ありがとうございます。